はい、どうもこんにちは、深夜です。今日なんですけど、前回、ドラッグカールで映える腕作りっていう動画出したと思うんですけど、まあ、今回ね、それの続きっていうか、ちょっと一つ思いついたことがあったんで、ちょっとね、皆さんにね、ご紹介していこうかなと思います。じゃあ、ドラッグカールで、まあ、デート前に、動画で話したのは、ドラッグカールでデート前に、思いっきり高速でやることによって、一時的にパンプさせることによって、グッとね、この、力強い腕をね、まあ、アピールするっていう、相手にアピールするっていう手法だったんですけど、まあ、今回、それの延長線上っていうか、じゃあね、ついでにね、トレーニングがてら、HIIT、ヒートでドラッグカールを行ったら、連続で行ったら、じゃあどうなるのかっていうのをね、検証してみようかなと思います。まあ、単純にね、腕のトレーニングにはなると思うんですけれども、まあ、ダンベルのヒートなんで、ちょっとね、どこまで持つかどうかっていうのもね、ちょっと不安なところではあります。だから、これができるようになったら、自分でなんだろう、こう、回数を決めずにとにかくっていう風な、なんだろう、目的でやるよりかは、まあ、ヒートね、HIIT でカウントアップタイマーで、測って8分、4分か、8セット、20秒インターバルの、違う、20秒ワークアウトの10秒インターバルで、まあ、8セットやって4分間できれば、相当パンプするんじゃないのっていうことでね、ちょっと思いついたんでやってみようかなと思います。で、まあ、やるのは前回と同じ、3キロの、カラフルなこのダンベルね。スポーツセンターのどこにでも打てそうな、この、もう、持ち手のいい、この、お手軽ダンベル。これで、やってみようかなと思います。あんまり重たいやつでも引くから高速でできないんで、僕は僕の腕力だとこの3キロで、3キロがもう十分なんで、はい。というわけでね、じゃ早速やってみようかなと思います。ちょっと角度。はい、じゃあ。じゃあね、今セットしました。ドラッグカールやっていきます。意外と地味かも。あ、きつい。セット終わる前に僕の腕が行くかもしれない。行きます。あーきつい、きつい。あーで、やばいっす。まだ4セット目なんですけどね。厳しい。結構厳しい。これね、軽いだろうって思うかもしれないけどね、意外ときついっすよ。5セット。きつい。
肌に腕きてんやない？きつい。おう。ああ。ああ。ああ。あと2セットあります。ダンベルを落とせないから、これだけでも結構きつい。1、2、3、4。オラに元気を分けてくれ、地球のみんな。ただね、きつ。はい。ちょっと、多分前回でできたのが2セット目ぐらいまでは全開できたのかな。記憶にあるところだとそのぐらいなんですけど、3セット目ぐらいかな。もう3セットですよ。3セットでもうすでにもう限界。これね、地味なように思えてね、結構ね、軽い重量でもね、これだけ高速にやらね、意外と疲れます。もう分かってらっしゃる方はいると思うんですけれども、意外と疲れるこれ。で、まあ結果なんですけど、かなりパンプしました。はい。なんだったら見えねえか。まあそうですね。ちょっと僕のこの貧弱な力こぶだとそんなにあれでもないんですけど、間違いなくパンプしてます。はい。めちゃめちゃ張ってます。どっちかっていうとやっぱね、こう、ダンベルをこう持ってくるときにやっぱね、前腕の部分がね、先にね、来るかもしれないで、疲れて。二頭筋というより、ね。まあでもね、確かに途中ちょっとバテバテ気味でね、まあ一応なんとか8セット、4分間 HIIT で、ドラッグガールを行うことができました。ただね、バテながらでも分かったのは、バテながらの上でも、全力でやればね、期待以上のパンプがね、望めます。はい。ぜひね、時間がなくて、ちょっと腕をね、太くしたい。映える腕を、ちょっと今だけでいいから作りたいっていうね、ちょっと方がいたらね、ぜひこれはおすすめです。これね、だけど日常のね、トレーニングにしてもね、全然いいと思うんで、HIIT でね、ドラッグカールをね、ぜひね、日常的に取り入れてみてもね、単純にね、腕のトレーニングに、二頭筋のね、トレーニングになるんで、ぜひね、時間のない方でも、取り入れられるようなメニューなので、ぜひ興味のある方はチャレンジしてみてください。あー、つらい。めっちゃつらいけどパンプしてます。はい。期待以上の効果が望めるんで、ぜひ興味のある方はお試しあれ。それでは今日は、この辺で終わりにしたいと思います。デート前にできる映える腕作り続編ということで、HIIT でドラッグカールをやってみました。最後までご視聴いただきありがとうございます。興味のある方、これからもね、また見たいという方はぜひ僕のチャンネルの方、登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。